っと。今回の金城は正真正銘社会悪のクズだったな。鴨志田にまだらめだってそうだ。自分の欲望のままに他人を傷つけ搾取する。でもさ、そいつらの悪事に気づいてる奴も周りにはいるわけだよな。なんで見て見ぬふりするんだろう。助けたりしないのか。勇気がないってことか。人間って弱いな。人間か。なあ、我が輩って本当に人間になれるのかな。お宝触った時思い出したんだよ。無理して忘れようとしたけど、我が輩本当は人間じゃ。誰に物言ってんだ。考えてみりゃそんなはずねえよな。我が輩怪盗団のセンターだし。よし。夜更かしはお肌に悪いぜ。寝るぞ。主よりお話だ。おとなしく聞け。今度は醜き暴食の塔を下したか。見事だ。公正に励んでいるようで何よりである。囚人ごときにはもったいのないお言葉、大切にしなさい。あの男の話覚えているだろう。そんくらい鶏でも覚えていられる。いい気になるな。廃人化の件ですね。他の能力者の話だ。公正をなすならばいずれ相まみえることになるかもしれない。楽しみが増えたな。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。お前にはより力を磨いてもらわねば困る。囚人、戻りなさい。処分したみたい。それでそのお姉ちゃんたちが金城を確保したって。何？消されちゃ困るからって理由みたい。マフィアなんて言われてた連中だし、ありえるのかもな。改心成功したのかな。まだ何とも言えないな。そっか、金城が言ってた精神暴走って。わからん。でもニュースで盛んに言ってる精神暴走事件とかのことだろうな。我が輩たち以外にパレスに入ったやつ、本当にそいつと関係あるのかもしれん。そうだね。今はとにかく金城が本当に改心したのか
その結果を待つしかないね。ありがとう。ちょっと相談があるの。いい？私はこれまで何の問題もない優等生としてやってきた。生徒会長としての職責も問題なくこなしてきたつもりよ。嫌味とかじゃないの。私がそう思い込んでいただけだから。でも鈴井さんや金城のこと、結局私一人じゃ何にもできなかった。従ってばかりの優等生じゃ、いざって時どうしようもないのね。回答団に入った以上、私もみんなの役に立ちたい。でも今まで勉強ばかりであまり視野が広くないのも事実。見識を広めなきゃと思うの。まず第一歩として生徒のことをもっと知ろうと思うの。でも私そういうの疎いというか、他のことちょっと感覚ずれてるらしくて。本当？ならいいんだけど。でもみんなが普段どういうところで遊んでるとかよくわからないし、そういうのちゃんと把握しておきたいの。それに生徒の実態把握は生徒会長の務めでしょ。監視とかそういうのじゃなくて、みんなのことをちゃんと理解したいの。それに回答団に入ったからって生徒会の役目もおろそかにできないわ。でさっきの話だけど、普段みんなが遊びに行くのってどういうところなの。映画館なら私もたまに行くし、できれば普段行かないところとか。そうだ、ゲーセン、あそこはどう。私行ったことないの。よかったら連れて行ってくれない。こんなことで見識が深まるかわからないけど、でも今みたく勉強だけじゃダメだと思うの。よかった。一人で行っても私じゃよくわからないだろうし。じゃあ早速だけど行きましょう。みんなこういうところで遊んでるんだ。意外と女の子も多いのね。ねえ、あれ、あの銃でモニターを狙うのね。へえ、なかなか本格的じゃない、もしよければ付き合ってくれない。やった！え？嘘！ああ！こんな感じね。あれ自体はゲームだけど、もしかしてテクニックは戦闘に応用できるかしら。普段行かないところに来たせいかな、こういう発想できたの。
なんとなくだけど、みんなが普段どういう風に過ごしているのか少し分かってきたわ。こういう世界もあるのね。今までの私じゃ絶対来なかったと思う。そんなこと、できればまた手伝ってもらえない？こうやって勉強以外の知識が増えれば、怪盗団でもいろんな提案ができるかも。時間取ってもらう分、期待には応えないとね。今すぐ何かできるとかじゃないけど、きっと役に立てると思うの。君たちの怪盗行為、それを妨害するものだっていたはずよ。敵の分析に特化したものがいたからこそ切り抜けられてきた。そうよね。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、女教皇のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、あなたたちって金城の件で歓楽街に行ったのよね。私ね、今度は歓楽街に行ってみたいの。ああ、行ってみたいっていうか、実はそういうところでうちの生徒を見たって情報があって、まさかとは思うけど一度確認しておきたいの。もういい時間ね、そろそろ帰ろっか。それじゃ。おう、帰ったか。
うん。害虫を流し込んだとか何か特別なことしたに違いありません。うん、確かに普通の高校生に見えますけど、でもそうじゃなきゃありえないですよ。こんなのただの高校生だとしても何が運命を変えさせたんだろう。いいでしょう、あなたの力検証させてもらいます。私のタロットひっくり返したその力を。占い師として由々しき事態ですもん。一体何が起きたのか見極めます。手間は取らせませんよ。私の仕事に同席すればいいんです。でまた抗えぬ運命が出たらあなたの力を試させてもらえればと。うん、それは確かに。お客さんの予約があってもあなたの都合を優先させます。それにもっとあなたのこと知れればもっともっと役に立てる占いできますし、そんな取引でいかがですか。うーん、じゃないと何も手につきません。お願いですよ、本当に運命は変わるのか知りたいんです。今度また検証お願いします。ちゃんと来てくださいよ、取引したんですもんね。運でも良くないとあれだけの犯行は繰り返せないわよ。それとも的確な助言をくれる相談役でもいたのかしらね。今度は運じゃ逃げられないわよ。我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我運命のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、運命本当に変えられるのかな。もしそんなことできるなら。ああ、もうこんな時間ですね。今日はここまでにしましょう。子供はお家に帰る時間ですよ。
おう、帰ったか。ああ、もう。そんなことよりさ。あの金城純也が自首した上に素直に全面自供。血眼で洗っても尻尾さえつかませなかった怪盗だ。人の心を操ることは犯罪なの？方法によっては犯罪ね。彼の言う通りよ。悪事を認めさせて罪を償わせても、ね、あの子影響されたりしてないわよね。怪盗団。クソ。来たぜ来たぜ金城の自白。警察からの発表でえれえ騒ぎになってんじゃねえか。警察の手柄になっているのが納得いかんな。でもネットじゃ完全に怪盗フィーバーだよ。見てみ。一気に来たな。手のひら返しというやつだな。実は信じてた、応援してたってな。誠が目立つ場所に晴れって言ったの、こういうことだったんだね。さすがの頭脳プレーってやつだな。で、その肝心の会長様はどこ行った？もしもし、私だけど。ごめんなさい、今日行けなくなっちゃって。急に校長先生から呼び出されたの。でも大丈夫だから、こっちのことは心配いらない。それよりテレビで怪盗特集やってたわね。え、ちょっと詳しく。予告状のビラが取り上げられてたの。マジで？とりあえず今日はごめんなさい。また今度。誰だ？マジかよ、すげえな。しかしこの騒ぎ、警察に目をつけられなければいいが。余裕だろ。あんな世界誰も突き止められるわけねえ。そうなんだが、気になってな。あの世界で金城が最後に言ったこと。そう、パレスに出入りしているやつが私たちだけじゃないって言ってた。俺は気にしねえ。
あいつの出任せかもしんねえし。そうならいいが。にしても明智のやつはざまねえぜ。こりゃ次のターゲットはどうすっかな。気が早すぎ。でも実際これだけ騒がれたら次も結構期待されるかもね。ここまで来ると下手な相手は選べねえよ。急ぐ必要はない。最初の鴨志田から数えればもう3連勝だろ。騒ぎが一段落するまでは静かに待てばいい。だったらまた打ち上げしない？おっと、それもそうか。会長さんの歓迎会もセットだな。例のアタッシュ、あれやっぱ結構高えのな。売っ払ってパーッと使おうぜ。やれやれ、静かに待つって話がどっかへ飛んでってるな。じゃあ今回はモルガナ抜き？何言ってんの？静かに騒げって言ってんだろ。そう来なきゃ。じゃあ誠と場所相談しとくね。あ、もしもし誠？言い忘れてたことあってさ、実は どうかしたか？あ、聞こえてる？ユウスケとモルガナ以外は来週から期末試験だからね。目立たないつもりなら成績がひどくて睨まれるとかは本当にやめてね。生徒会長としても見過ごせません。ひとまずおとなしく学業に専念して、楽しいことは明けてから。いいわね？うへや。説明してもらおうか。回答は正義である。書いた通りです。回答が誰か分かったのか？いいえ、見当も。ただ前後の事実関係から彼らの主義主張には何ら落ち度はありません。したがって彼らを正義とみなし調査を終了しました。そんなはずがあるわけなかろう。そんなはずがない。ならばその証拠を見せていただけますか？後輩が理事を務める大学にせっかくいい推薦の話があったんだが。必要ありません。実力で勝負するつもりですから。失礼します。おい、まだ話は終わってない。先生、私です。お忙しいところ恐れ入ります。例の件ですが。ええ、進展しております。ただちょっと難航しておりまして。しかし先生ほどの方がなぜまたこんな事件にご興味を。いえ、そんなつもりは。はい、全力で調査いたします。もちろんです。あの、いい結果を。はい、近日中にはお伝えできるかと。それでは失礼いたします。お時間いただきまして誠に。くそ。ただいま。おかえり。なんか疲れてる？私はいいの。誠はちゃんと勉強してるの？うん、やってるよ。ねえ、なんで勉強ってしなきゃいけないのかな？どういう意味？やった先に何があるのかなって。苦しい受験に勝ち抜いてもその先も競争社会はずっと続いて。成功のためでしょ。小さい子みたいなこと聞かないでよ。この人、怪盗団が予告したって噂よね。急に犯罪歴を自白したって。警察でさえ実態がつかめてなかったのに。本当に唐突にね、人格が変わってしまったとしか思えない。でもそんなことありえないし。いいじゃん、捕まったんなら。おかげで誰の手柄にもならなかったわ。出世のためには目標ってのがあるのに。子供にはわからないでしょうけど。
っぱりこの事件を追ってたんだ。出世か、変わっちゃったな、お姉ちゃん。でも私は平気。ねえお姉ちゃん、私ね、居場所見つけたんだよ。おう、帰ったか。言わないで。まさか新しく加わった仲間というのは誠？真実だけを喋りなさい。馬鹿げてる。もし本当なら、君が逮捕された時誠も近くにいて警察から逃げたりしてたっていうの？でも今思えば、確かにあの子、夏頃から捜査の話をいろいろと。誠の件はともかく、もう一つ重要な話が出たわね。怪盗団以外に異世界を使う悪人がいる。金城が確かにそう言ったの。君の責任転嫁とも取れる言葉ね。でも正直、そんな言い分を通す気なら今まででたらめを並べ立てた説明がつかない。二通り考えられるわね。全て妄言で、今のも単に私を混乱させたいだけか、あるいは全てが真実か。君は初めから私に真実を語っているの？私を信用するということかしら。もともと心を盗む泥棒なんて相手を取り調べてるんだものね。いいわ、どんなに常識外れでもそれを理由に信じないという聞き方は改めましょう。その代わり、君も真実だけを語りなさい。フェアに取引よ。いいわね。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、審判のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、時間がないわ。次の標的の話に。いえ、次の標的は向こうが先に怪盗団を狙ってきたのよね。相手の正体はこれ。写真はなし、本名も素性も不明。君の話が本当なら、これじゃナビとやらは使えないはずよね。どうやって狙ったのかしら。話しなさい。